サウンド360チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。音かじりのコーナーです。はい、今日はちょっと思考を変えて、ジャニーズ事務所タレントの今までのシングル売上ベスト10を発表していきたいと思います。ジャニーズタレントさん、今もうテレビで見ない日はないですよね。バラエティ番組やドラマ、スポーツ番組までジャニーズのタレントさんが出ております。ちなみに2020年までのジャニーズ事務所所属タレントシングル売上第1位を獲得した作品は439本、総売上はなんと1億4821万枚。すごい数字ですよね。ただ最近は、ダウンロード化が進みまして CD があんまり売れてないと聞きます。今をときめくジャニーズのタレント、昔からのアイドルのタレントさん、例えば近藤真彦さんや光源氏さん、昔の曲は果たしてランクインしてくるんでしょうか。最後までご覧になっていただけるとありがたいです。ちなみに第1位はもう皆さんお分かりと思うので先に発表しておきます。世界で一つだけの花、スマップです。これはもうすごいですよね。313万枚、もうね、歴代日本で売り上げたシングルの中でも上位にランクされる曲です。それでは発表していきたいと思います。まず第10位は、売上枚数111万枚、慎吾ママのオハロックです。懐かしいですよね。ねえ、みんな子供たちが真似していました。やはり子供たちに人気の出る曲が上位にランキングしてくるんでしょうか。とても懐かしいです。まあでも私としてはね、こんだけいるジャニーズタレントの中で慎吾さんのオハロックが第10位というのは結構意外でした。それでは続きまして第9位は、2020年リリース 115.6 万枚。さあ、ここで入ってきましたね。嵐のカイトです。作曲は米津玄師さん。ダウンロードの全盛期にさすが嵐ですね。 NHK みんなの歌にも選ばれており、老若男女に愛されている曲です。続いて発表していきたいと思います。第8位は、1998年リリース、116万枚を売り上げました、キンキキッズの全部抱きしめて。この曲は吉田拓郎さんのカバー曲で、ロマンチックな歌詞がジャニーズファンの皆さんのみならず人気を集めた曲です。続きまして第7位は、2000年リリース、156万枚、スマップライオンハート。累計ではなんと175万枚も売れた曲です。草薙さん主演のドラマ「フードドクター」の主題歌であります。なぜか小泉純一郎さんを思い出してしまうのは私だけでしょうか。続きまして第6位、1998年リリース、162万枚、またもスマップの夜空の向こう。作詞は菅鹿夫さん、作曲は川村ゆかさん。なんと中学校の音楽の教科書にも出てきている曲です。続いて発表してまいりましょう。第5位は、2005年リリース、 162.6 万枚、俊智と明、青春アミーゴ。懐かしいですね。野豚をプロデュースの主題歌、亀梨くん、山下くん、かっこいいですね。この曲は当時カラオケで聴かない日はありませんでした。それでは発表いたします。第4位は、1997年リリース、 163.9 万枚、キンキキッズ、愛されるより愛したい。これも懐かしいですね。いい曲ですね。キンキの2人は本当歌が上手ですね。この曲は僕らのビューティーマン都市の主題歌でありました。それでは発表します。第3位は、2020年リリース、 178.8 万枚、スノーマン VS ストーンズの DD イルミネーションレイン。
すごいですね。この枚数はすごいですね。この時代にこの枚数はすごいですね。現在のね、ジャニーズの中核となっていくグループたちでしょう。本当にすごい。このダウンロード全盛期のこの枚数だけど、凄まじいですね。続いて参りましょう。第2位は、1997年リリース、179.2 万枚、近畿キッズガラスの少年、作曲は山崎達郎さん。いい曲ですね。デビュー曲ですね、キンキキッズの。もちろんキンキキッズの中でナンバーワン大ヒット曲です。そして第1位は先ほどもご紹介しました世界に一つだけのカード、2位のキンキキッズのガラスの少年のダブルスコア近い枚数を売り上げています。なんと313万枚ですからね。さあ、ここで往年のアイドル、昔のアイドル、近藤真彦さんや田原俊彦さん、番外編として発表していきたいと思います。まず V6、 一番売れた曲が玉置浩二さんが手掛けた愛なんだ、58万枚。そして TOKIO、 TOKIO で一番売れた曲は空船、私は空船と思ってたんですが違って、 Love You Only、52番前です。いい曲ですね。続いて昭和の大スター近藤真彦さん。近藤真彦さんといえばギンギラギンにさりげなく、巷で私ぐらいの親父たちが口ずさむカラオケの定番曲ギンギラギンにさりげなくではなく、ギンギラギンにさりげなくは 81.6 万枚売り上げております。それよりか売り上げている曲は近藤真彦さんのデビュー曲スニーカーブルースです。104万枚、素晴らしいですね。ミリオンヒット。続いては近藤真彦さんと並ぶアイドル、田原俊彦さん。私は抱きしめてツナイトやごめんよ涙かなと思っていたのですが違います。一番売れた曲はこれもデビュー曲、田原俊彦さんデビュー曲哀愁デートで 71.9 万枚です。続いてはローラースケートで一世を風靡した光源氏、最高のヒット曲はパラダイスリンガー、 88.9 万枚の大ヒットです。諸星くん、もうね、小学生中学生から絶大な人気がありましたね。続いてご紹介するのは東山紀之さんが所属する少年隊。少年隊で一番売れた曲はやはり仮面舞踏会、 47.8 万枚です。結構少ないと感じますよね。続いては本木雅弘さん、渋垣隊。渋垣隊で一番売れた曲はジグザグセブンティーン、これも意外と少なく 33.5 万枚です。なんか意外と少ないですよね。この時は CD はまだなかったですかね。出始めた頃じゃなかったですかね。この EP というのがあって、 LP 版という大きいレコードと EP 版という小さいレコードがありまして、 A 面がシングルの曲、 B 面はまた他の曲が入っております。その売り上げです。まあだから LP 版を買っている、 LP 版というのはまあそのね、いろいろな曲が入っているので、そっちを買っている人が多いので、これが売り上げが少ないのかなと思います。さあ、そして最後にこの人がジャニーズ事務所だったということはご存知でしょうか。そう、郷ひろみさんです。郷ひろみさんといえばお嫁サンバや2億4000万の人に、昭和の大ヒット曲です。この2つが第1位かと思いきや、なんと一番郷ひろみさんで売れた曲はよろしく哀愁、よろしく哀愁という曲で 50.6 万枚です。これも意外と少ないですね。さあ、皆さんいかがだったでしょうか。ジャニーズファンの皆さん、それ以外の皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。今日はこの辺でお別れしたいと思います。ちなみに世界中で一番売れたシングル CD、シングルそのうち EP はホワイトクリスマスだそうです。それではさようなら、おとかじりでした。